いやー、赤いまた、どうすね。おはよう。おはよう。すごい好きだよ。さっぱりしてんだよね。すごい。うん。さっちゃんおはよう。これ買ったんだよね。そしたらさ、店員さんがさ、ピーってやってピーってなったね。新しいおにぎりと取り替えたんだよ。どういうこと？なんで取り替えたの？期限切れてたの？あ、そう。古かった、危ねえな、マジで。古いの置いてあるの、コンビニって。マジでエラー出る。マジか。ピーってエラーみたいな音が出て。はい、15個、さっちゃんラスカイ。オッケー。春巻きが好きだけど、ささみ揚げしかなかった。あ、くしゃみでそう、くしゃみでそう。セーフ。ほんでさ、 TikTok 見てたんだけどさ、あのエミタルとルイージが一緒にいたんだけど、俺びっくりしたんだけど、俺録画見てんのかなと思ったの、前の過去の動画出てきたのかなと思ったの。でもよく見ても生配信してんだよ。戻ったの？バカなのあいつら。ライブ中なんだよね、どう考えても、どう見ても。嘘でしょ。孫見せに行くん、バカな、アホやなあいつら。戻ってないけど仲直り、なんだそれ。新しい愛の形、バカな。誕生日だから。え、加藤サリちゃんどうなんの？ネタで加藤サリは怒る？付き合ってたんじゃないの、加藤サリと。別れたの？バカだわ、アホやな。うん、付き合ってもないっつってんの。へえ、そうなんや。ふかしてんな。サリちゃんの子供できて別れたって？子供できたの？サリちゃんの間に妊娠したの？むちゃくちゃするなあいつ。そのうち刺されるな、ルイージ。やばいな。妊娠しない？ほんまむちゃくちゃするなあいつ。チンコ切った方がいい、一回。やばいな。若い頃モテなかったんかな、ルイージって。なんか むちゃくちゃしてないあいつ、最近配信覚えたから。やばいな。落ち着きがないね、ほんとに。30後輩のやつ、ろくな死に方しねえな、あいつも。俺もだけど。チビだもんね。ちょっと有名なやつが、やばいな、あいつ。ふわちでやってたら、もっと叩かれてるな、今頃。ふわちが、
おかしくしちゃったよね。うん、スーツケースコースだ完全に。スーツケース入れちゃう。アンチ増やしてるよね、わざとね。こいかあかんよ。そうそうよ、うん、どうするくぼっち。死んでないやい。死んでるべ。ここの店員さん絶対ストロー入れへんな。絶対ストロー入れてくれねえんだけど。あ、見せて。なんだっか。絶対ストロー入れへんもんや。言わないとダメなの。そうなの。455ml の少なくなってるや。 45ml、 500じゃないのこれ。今気づいた。コスト削減やんこれ。そうなん、今知った。当たり前だ。マジかよ。そのまま柔道室へ来い。なんなの455って。塀越えたらあかん、よまで書いて。あかんじゃないから。そのにわかやめて。くぼりそう怒って。ちょっとにわかやめて。完コピしてさ、やるんだったら完コピして。コメントも手抜かないで。塀越えたらあかんじゃないから。あかん、よまでだから。兵書いたらあかんよ。兵書いたらあかんよ。そのまま柔道室で来い。中途半端一番嫌い。にわか。あかん、よまで入るから。兵書いたらあかんよ。やめて。そのにわかやるんだったらやんなくていいもん。書かなくていい。一番ダサいから。中途半端。読んだっか。これ2本目です。2本ありだなと思って。いつも1本で我慢したけど、これ2本ありだなと思って。名古屋最後だし、名古屋出たらもう食べれないじゃん、さつまい揚げね。え、名古屋にいる時はやっぱ名古屋らしいもの、うん、東京行ったら食えないじゃん、売ってないじゃん、うん、名古屋限定でしょ。東京ないでしょ。揚げ鶏しかないんじゃない。見たことないもん、あんなさつまい揚げなんか。あるの、あるの。あ、そうなんす。あとこれ気になったやつ、なんかアジの魚の弁当。やべえ、危ねえ、こぼそうだった。アジうまいの。いきなり来るね、くしゃみと。危ないね。おい、これちっちゃく見えんだよ。ちっちゃいんだよ。ミニ弁当なんだよ、これ。ミニ弁当。うまっ。何これ。うまいじゃん。味。
あ、美味しく食べる5個50枚で、おー、グレート誰、あー、アコちゃん、名残です、アコちゃん400円ぐらい。美味しいね、これ食べる分アジのほぐし、ほぐし身弁当、もうザ朝ごはんって感じだよね。うまラスコイ、あー、さゆちゃんいらっしゃい。さゆちゃんサムネなんかつけてよ、何もついてないよ、なんかつけて自分らしいサムネ。おはよう、ごっこラスコイ、あ、キージーさん、名残です、お世話になりました、今日で終わりです、ありがとうね、キージーさん、いろいろお世話になったな。おにぎり食べたよ、あー、バーベキュー買った、うまいっしょ、買うの忘れた、俺忘れちゃった、今日後で買わなきゃ、出発するとき車の中で食べるのに、マジうまいよ、バーベキュー味、札幌ポテト、卵サンダーも飽きた、うわ、めちゃくちゃ可愛い子いるやん、あ、そうでもなかった、雰囲気だけ可愛い子いるんだよな、騙されちゃう、よく見たらブスだと、呼んだか、おいでしょ、あれ雰囲気めちゃくちゃ可愛いやん、遠くから見たら、でだんだん近づいてくるにつれて、そうでもねえじゃんみたいな、いっぱいね、今風の女の子、今風のあれみたいな雰囲気、雰囲気大事だけどね、雰囲気はもう佐々木のぞみね、さっきの子のんちゃん来たと思った、足だけ非常に綺麗とかね、後ろ姿で、うーわ、これ絶対綺麗なんだよこれ、ねえ、追い越して見たらそうでもない、足だけ美人、いるよね、果たして昨日クボッチ俺のカレー牛残してるか食べてるか、その場所にまだいるのか、寝てるのか、死んでるのか、今日ファイナルです、ファイナル、残ってる？残ってるかな？食べないかな？具合悪いんかな？食べないってないよね、今まで。なんで燃やしたの？
残ってたら心配やな。絶対なんか病気やん。うん。なんか病気やろ。うん。初見さんじゃないやん。初見のマークついてんやん。してるやん。あなた。よしね。ストロングやばいんだ。飲みすぎよなあいつ。ほんまに。飲みすぎ。水みてえに飲むかね。カンタ君もあれだって。手が止まんないんだって、震えが。こうやって。手をこうやってやってないと。手がもう震えちゃってやばいんだって。お酒やめたら見た？カンタ君やべえで、手が震え止まんないです、お酒飲んだら止まるんですけど、見た？やばいで、カンタ君死ぬじゃない多分。あれ中、あ、やばいよね。写真撮らなくといけなくて、ちょっとでもむくみ取れるかなと思って、2日間酒をやめようとしたんです。我慢しようとしてて、でそれの初日が今日なんですけど、やばい、手の震えが、いや入院は嫌だ。そうでも気づけてよかったけど、いや入院は困る、普通に。いや酒飲みたいけど、今は酒飲みたいっていうか、飲んでこの震えが落ち着くんだったら飲みたいって感じ。酒が飲みたいって感じではない。字書けないし、パソコンも打つの遅いし。最近やばい、マジで2日前ぐらい、どうなんのこれ。で金梅さんとかこんなんなってないよね、うなちゃんマンとか酒飲みの配信者。うん、なってなくない？金梅さんなってる？震えてる？アルコールじゃん、アルチュー。ビール、あ、ビールだからか、ストロングじゃないもんね。うん、やめれないでしょ多分。神田君禁酒って結構しんどいんじゃない？無理じゃない？おはよう、おはくぼ。怖いね。だから言ったじゃん、マイクやればいいって。10個ラス来い。おはよう、リンちゃん、おはよう。
ピルクもねやめらんないんだよね。いつもさ飲んでるじゃん。ピルクもやめらんないんだよ俺。飲まないと震えが止まらない。やめらんない。配信もさしてないとさ、てかねだんだん震えてくるのよ。配信もしてないとさ、配信してない時いつもこんな。配信すると止まる、うん、不思議だよな。くぼっちもやめらんない。中毒だ。体良くないわくぼっちは。あれに出ようかな。午後これ4時間あったら行こうかな。東京に4時間やったらね、うん、あ、そうなんだ。アル中の人が病棟入ってもすぐ戻っちゃう。あら、やめられない。なかなか東京はね、4時間50分とか、大体5時間しんどい。5時間運転、連続運転しんどい、ね、誰か一緒に行く人いる？名古屋からホテルで待っててくんない？運転だけしてくんない？運転手いない？いない？女の子で、名古屋の女の子で、うん、運転、その前買ったやつベンツ運転。確かね、何歳から OK だったっけな。30超えてたら確か誰でも運転できた保険に入ってると思う。30以上、25だっけな、なんだっけな、何歳からだっけ。島はあかんよ、島はあかん。仕事もあるし、動線向かないといけないし、缶も拾わなきゃいけないし。35だっけ、35か、35だと思う確か。いや違う、30歳だ。30歳、30以上限定。ありがとう、おはくぼありがとう、無料。35なの？30以上はないの？35かな。おー TG さん頑張ってね、お仕事。リスナーさんいた。いや、ソニー損保東京会場は入らない、うん、あんま良くないでしょそこ、うん、マーミーだしディーゼル、そろそろオイル交換しないといけない。30から35だっけ、わかんねえ。だ20代は多分ダメだかも。東京会場ダメだよ、一番ダメだよ。ソニー損保しか勝たんよ。 TJ さんね、 TJ じゃない、 TG 似てんだよ、 TJ じゃないんだよ、 TG か TJ TG どっちだっけな、わかんねえ。
TG か、わかんねえ。TJ？ 紛らしいんだよ。直して名前。TJ さん。TJ じゃねえ。TJ さん。名前紛らしいわ。うん。TJ さんと似てるわ、なんか。名前直して。TJ に聞こえるわ。TG？ ちょ、アカウント出して一回。もう一回。TG さん。アカウント出して、なんだっけ？アカウント出して。すげえ紛らわしいんだね。アカウント出しても、これこれこれ。TG。TG。TG。TJ じゃねえ。TG。その人が今通った横。TG さん。TG さんって。TG。TG。何？TG？ どっちなの名前が。ロックン。ロックン TG。TG でいいの？わかんねえ。同じ名古屋だし、狙ってんのかな？ TG。TG さん。うん。風俗ビルに連れてってくれたんだよ。ここら辺風俗ありますかって言ったら、ありますよって。いいですかって、配信外で。公衆便所でしょんべんしたんだよ。セジさんって声かけられて、おーっていつも見てますみたいな感じで挨拶して、で奥さんとさ子供いてさ、彼女かな、わかんない、公園で遊ばして、風俗あるこの辺つって、ありますよつって、女いますけどつって、じゃあ俺後ろ乗るわ、前乗るわつって、うん、連れてってくれて、悪いねつって、じゃあ行ってくる、大丈夫でしょ。なんかね、職人やってんね、職人。家族連れで、家族連れで、彼女と子供いんのに、もう風俗ビルどこだっけつって聞いてんのよ。あれこの辺だっけ風俗ビルつって、うん、あその白いビルちゃうかみたいな感じで彼女が言ってんのよ。子供いんのに、それちっちゃい赤ちゃんに行ってきます、うん、カオス、マジ。そういい人だよね。見送られた、行ってらっしゃいって、頑張ってくださいって。うん、まあまあ普通かな、普通、良くもなく悪くもなく、うん、何を頑張るかが、うん、普通ですね。猫まちゃんに似てた、猫まちゃんだったもろ、うん、もろ顔がさ、香港やね、香港で LINE 教えてとか言われて、 LINE、 うん、ちょっとじゃあ次来たらねっつって、なんで LINE 教えたかね、多いよなんか LINE 教えてって、うん、これうまい、風俗嬢が栄養とかする？うん。1個だ、これ。かっくん、間違えてる。10個でしょ。これは間違えてるわ。9個だ、これ。なんで間違え、落ち着いて、かっくん。落ち着いて。間違えちゃダメ。うん。なんか焦ってんの？忙しいのか？間違える人、それファンタスティックでやらかした人いるからやめて。ファンタスティック投げようとして最初1個投げるやん、20倍出ちゃって、で99個後から投げるんだよ、何も出ない。
それやらかしたりしてるから、落ち着いてそれやらかすからね、倍出ちゃうからね、1個目でやめて、一番 やだよそれ。マジで落ち着いてかってよ。で次ファンタスティック投げたら20倍出たことがあるんだよ。1個投げで20倍出て99個でストーンじゃん。で次ファンタ投げたらまた20倍出たことある、取り返したことある。すごかった、一回あった、それ新宿で歌舞伎町で外配信で M 社長が、うわ何やってんだ社長つって、で99個来てストーンで、で次ファンタで20倍、うわすごっつって引き戻した、マジかよ。そうだよ、なんか得したのか損したのか分かんないねえ。最初にじゃあファンタ投げて20倍出して1個で捨てて20倍取った方が良かったのかなって、20倍のファンタが2個取れるやん。おはよう、今日ラストだからね、ラストファイナルだよ。おはくぼ、なんかついてる、めちゃくちゃ綺麗な女の子いるな、絶対でもハリー系だな、あれはヴィトンのエナメルのバッグ持ってるわ、ハリー系だなこれ、絶対ハリー系だよこれ。いつも来るんだよな、自転車止めてんのやつ。俺は好きなのかな、分かんない、外人かもしれない、外人っぽい、なんか彫りが深い顔の、好きなストーカーかな俺の。いつもチャリンコそこ止めんで、外人っぽいな、男の子かもしんないね、確かにそっちもあるね。うん、ゼロワンイベント放棄してないよ、絶対してないよ、たまたま昨日やってないだけでしょ、絶対諦めないあの人。うん、絶対やるよ、放棄したって言った、本人が言ってないでしょ、絶対やるよ。でも昨日やってないんだよね、夜ね、人狼してるでしょ、なんでなん、人狼やってるよね、パルちゃんの枠で、なんでなん、疲れちゃったんか、人狼やる暇あったらフワやるよね普通。昨日できないって前の日言ってたの、へえ、じゃあ今日やるやん。ゾロリスおこだった、政治に抜かれてるって100万差ついてるよね今ね、余裕なんだろうな多分な、絶対そうだ、うん、マンスリー取るって、また寝れなくなるやん、31日寝れなくなるやん、また死ぬやん、メガホン祭り、メガホン貯めといてね、うん、もう やっちゃうから今からもうやっちゃう、31日に来れない人いるよな、やろうかな、もらっとく今から、やる、きつね追いつくかな、屋形船中つけそう、まあまあつける、あの子すげえ飛びそうやな、
寝られへんやんか2日間。でも追いつけないって分かってたらメガホンあんまり使いたくないんだよな、わかる？次の月とか取っておきたいんだよね、その月は捨ててさ。うん、わかる？使いたくないんだよな。あの子別に負はそんな最重要してないじゃん、重要視してないから、メガホンはあればあれだけ使っちゃいたいやん。俺次もあるからさ、次のチャンスの時に使いたいよな、貯めておきたいよな。だからこれはマンスリーは諦めてこのイベントを勝ちたい俺は。なぜならこれ多分200万もらえると思う、1位になったら。賞金が50万で4倍のカード持ってるから200万になると思うんだよね多分。だそっちなんか賢いかな。うん、200万入んだよこれ多分、わかんないけど4倍のカード持ってるから。そうで2位でも30万の賞金だから120万もらえる。でかいよねこのイベント。1位が4倍のカード持ってる、要は前半と後半で1位通過してるやつが俺と01でしょ。で4倍のカード2枚持ってるわけでしょ、このフワッチの中で。1位だったら50万でしょ賞金が、でかける4で200万、2位だと30万でしょ賞金が、でかける4で120万、俺と01が取ったらどっちか、01がこれ2位でも120万もらえる。上限があんのかな。4倍だったらマンスリーはそれは関係ないんじゃない、賞金だけじゃない4倍になるのは。わかんねえかな、からくりが。上限あんのかな。4倍のカード持ってるよ俺と01は。あと2倍とかあるんでしょ。10個ラスカイスケッチャーいらっしゃい。うん、わかんねえんだよな。そうよくわかんねえ。手元が4倍、10個ラスカイスケッチャーです。スケッチャーね、お月様じゃない、スケ。名前間違えないで、あ耳悪いの345さん、ちょっと失礼だよそれ。名前間違えないで書くんだったら、スケちゃんっつってるでしょ俺。俺月ちゃんって言ってる？耳悪い？お客様の名前間違えないで。すやめて。柴田なの？補聴器入れるか一回。俺月ちゃんって言った？俺スケちゃんって言ってんだけど。滑舌悪いの俺。俺が悪い？すけちゃん言ってるよ。すけちゃんってすけちゃんすきちゃんって言ってねえんだけど俺。耳悪いのマジで。俺悪いの？すけ耳悪いわ多分そっちが。すけ俺が悪いの？つに聞こえる？すけブワーブワーすけ滑舌悪いの俺。すけちゃんそうすけちゃんそう SUKE すけちゃん。なんで月ちゃんに聞こえるのこれ。耳悪いんじゃない？さしすせそさしすせそすけ耳悪いんだよ柴田。うん、月じゃない、
つき、すけ、全然違う。つき、おつき、すけ、全然違う。大丈夫？難しいな。たまにいるんだよね、名前間違える人。書かないでいいよ、名前間違えるぐらいだったら。失礼だよそれ、お客様の名前間違えるってね。やめて。東京はね、夜は行かない。今日午後、夕方ぐらい行く。早い方がいいな、ね、早く行きたい俺は。早く久保山終わってから早く行きたい。もう長引きはしたくない。もうなんか展開とかもう今日いらない。今日はうん、なんか久保山を見に行って、なんか昨日と同じ場所でずっと寝てて救急車呼んだ方がいいんじゃないとか、ちょっと軽く炎上して、誠治これ病院まで付き添ってあげてよとか、そういう展開とかいらない。今日はうん、もうすぐ行きたい東京に。うん、終わったらすぐ、うん、長引きましたけど。おい、ハルカル10個5倍ラスコイハンペガグレートハルカルです。やってくれんじゃん。いいね、いいよ。飽きちゃってね、あの屋形船行かないと、東京行かないと、でまた帰ってこなきゃいけない大阪に。で帰りにまた名古屋寄らないといけない。うん、東京行って屋形船終わって、名古屋にまたね帰ってこない。うん、メガホンはちょっと使うのやめようかな、あっちの出方次第。うん、そう、2日に歯医者どうしようかな。メガホン使う、30、31、負けてもさ、負けたら無駄になっちゃうもんな。メガホンがもったいなくない？もったいねえよな、メガホンが。来月もあるしな。そう、このイベントでどこまで追いつくかだよね。ストックさせたよね、あんま使ってほしくないね。うん、もう5連覇もしたしね、別にね。うん、そう、5月誕生日ですね。5月、誕生月の5月には撮りたいよね。5月、5月ね、誕生日月でしょ。だからそこを撮りたいよねやっぱり。うん、5月に投げてくれる、ナンバーワンの男にしてくれる。5月ね、4月もまあ取れたら取れて、取れたらいいやなぐらいで。当たり前だ、5月頼むで。バースデー好きホストみたいだけど、ちょっと何言ってんだこいつって思ってる人いるかもしれない。ただの親父じゃねえか。ねえ、いいことあかんよな。うん、どんな夢見てたんだろうな。あの100万出してもいいから買いたい、その夢を見たいよな。くぼっちが見てた夢どういう状況。当たり前だとか言っていきなり怒鳴られてね、へいこいとあかんよからの、なんつったっけ、へいこいとあかんよ、そのまま重要してこい。どんな映像なのそれ、くぼっちが見た映像。
どんな場面、どういう状況、兵こいたらあかんよ、そのまま柔道室へ来い。100万円の価値あるよな、見たいよな。当たり前だな、いきなりなんかストーリーがあるんだよ。当たり前だの前が見たいよ。呼んだか、何なんだろうな。昨日から言ってる人いるね、旦那さんと同じ誕生日、同じ人生歩んでないでしょ。誕生日占いとかあるじゃん、あれってさ、同じ誕生日の人いるでしょ、今リスナーさんの旦那さん、同じ人生歩んでないでしょ。絶対当たんないと思うよ、あれ。誕生日占い、同じ誕生日の人はこの同じ人生みたいな、こういうなんか人生が待ってますみたいなでしょ。嘘だよ。10個出すかい。もっと引きな、なんか少しな。おい、おい、あつきちゃん来た、これ。うえい、10個出す。あらららら、嫁来た、嫁来た、嫁が。うえい、10個出すかい。10個。うえい。おつきちゃん来た、これ。10個出す。あらら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 、取りに来てんの。取りに来てんの、これ。あ、イベント勝ちたい。やっぱりイベントね。200万取りたいから。うわ、おつきちゃん優しい。5倍、5個5倍。はい、おつきちゃん、すごいすごい、これ5個ですか、5個。うわー、すごい。倍出て5倍です。ラスカイ、ラスカイ、5倍ナイス。5個ラスカイ、倍来い、10倍来い、10倍。5個ラスカイ、うわー、20倍ナイス。ナイス、おつきちゃん。5個ラスカイ、10個。おい、15個ラスカイ、来る。10個、またね、 OK、 ナイス、おつきちゃんです。フォロー2なんだよね、2の2なんだよ。誰フォローしてんだろうってすごい気になるよ。オンリーワンじゃないんだよ、誰なんだろう。オンリーワンになってほしいよね、誰なんだろう。呼んだか、すごい気になっちゃうよね。前もっと多かったんだけどね、2の2になってるね。170万差。あー、サブアカ、他の配信者なのかな。1の1がいいよね。平行ってあかんしね、あの場所にいないかもしれないね。でも今久保山さんね、見に行く？ちょっと早いけど、予定より104万差ね。 OK、
見に行くか。行く。当たり前だ。昨日起き上がんなかったもんね、一回も。一回も起きない。寝てる可能性もある。それか救急搬送ね、通行人にねされて病院送りになってるかもしれない。うん。カレーと牛丼ね、カレー牛買ったんだよ。食ったかな。弱ってるかな。液状化してる可能性もある。誕生日3月14日ホワイトデー。行っちゃってる可能性もあるね、うん、起き上がんなかったよね。12時間は寝てるよね、53歳ね。で俺の10個上だ。俺1981だから10個上。俺の10年先輩。うん、すごいよ。なんかあそこビニール燃えてたよね。そういうので一回捕まってるからね、警察呼ばれてるから。でカンタ君が会いに行ったのかな、捕まって。昨日はめちゃくちゃ酔ってた、酔っ払ってた。うん、火遊びだなあれ。火遊びするの最悪だね。うん、うわ10個出すかい。誰、ワンちゃん。あー、うまさん。うわ、33倍チャレンジ、33倍チャレンジするのこれ。うまさん、もしかして。33倍チャレンジ出たら300個、330個。330個来い。10個だけ。おい、あー、80個いっちゃおう。馬さんいっちゃおう、いっちゃおう。それ10個頼む。どっかで出て、どっかで、どっかで出て。33倍、330個、10個出す。出して、うまさん、出して、出して、お願い、出して。出ないんだよなかなかこれ。うわー、出て、あー、10個あー出ない。次こそは出て。ラスト、もう終わり。ああ、終わっちゃった。一回も出ねえじゃんこれ。これだからお月ちゃんも買うのやめたよ、こっち。アホらしいっつって。出ないよワンちゃんこれ。だから 0.5 倍は出たことあるけどね。出ないよね、出ないよ。うん、なんかそう考えるとカンさんすげえなって。ファンタスティック33倍出したから、カマンっつって。うん、そのカンさんが A 版です。お知らせ来た。永久アカウント停止です。33倍出した男が A 版になりました。うん、チンコ出しちゃった。チンコ配信でテンション上がりすぎて、うん、沸かしたくて、沸かすぞーっつって裸になっちゃったね。チンコ出しちゃった。
酔っ払ってたと。見た？どんなチンチだったの？大きかったの？やんちゃしちゃったね。でも前はねエロ画像で映画になったの一回。でも運営さんから謝罪文来て解除になったんだよ。今回はあかんかもね。うん、チンコ出しちゃった。画像じゃないの、おっぱいの画像出しちゃったの前ね、ラジオで。カメラロールをこう漁ってたらエッチな画像を選んじゃった一回。ほんで A 版食らったんだけど、復活したんだけど一回。すいません、こちらの手違いでアカウント停止にさせてすいませんでしたみたいな謝罪文来たんだけど、それは爆投げ師だから忖度あるけど、今回はちょっとチンチン出しちゃってるからちょっと無理かもしれない。いや僕のあの爆燃さんね、監視さんね、監視くんか。A 番、うん、痛いわ。なんで頭おかしいかな。頭おかしいよね。ね、筑豊ナンバーってどこ？筑豊って何？この辺地区に豊か福岡、あ福岡なんだ、筑豊福岡から来たんだ、すげえ遠いな。北九やばいの、やばいの筑豊。どこかで見たことあるなと。筑豊やからの国、やからなんだ。危ねえね。筑豊行くか。じゃあ久保山。そうなんや。一個小峠、多分いないと思うけどね。いないと思うよ。今日暑いぐらいだよね。ちょっと昨日天気悪すぎたからね、マジで。屁こいたらあかんよね。屁こかないでね。屁こいたらあかんよって言ってる本人が昨日ケツこっちに向けてブーッとか言ってブッおならしたんだよね。うん、伏線回収したんだよね昨日。びっくりしちゃった俺、こっちにケツ抜けて屁こいちゃって。うん、ケツ出してブブブブブってやって。屁こいたらあかんよ。曇ってる？曇ってるこれ。ちょっと曇ってるか、大丈夫？
や、花粉症飲んできたよ、薬いいです天気めちゃくちゃいい。そう、ちょっと斜めだった今日。性格が曲がってんじゃない？気に曲がってる。性格がね、なあるよね、ちょっと。車が曲がってるし。今日あんまセットは良くないんだよ。あんまりよろしくない。死んでるかもな。同じ場所にいたら死んでるわな。死んでるかなんかの病気だ。フラフラしてたらいいけど、その場所にいたらやばくない？同じ場所にいたら。まだ寝てたらやばいよ。普通にね、普通にやばい。今までないもんね、そんなこと。歩き回ってんだから、いつも。で、めちゃくちゃ臭い気がする。生ガキでしょ。めちゃくちゃ臭そう、今日は。何やってここにもいない。いつもいるとこね。ここにもいないわ。相当臭いぞ、今日遭遇したら。ベンチにいるかな。どうだろう。一回行く前にさ、俺のブリンバンバン聞いてから行く。ブリンバンバン聞いてから行く。どうする？大丈夫？前説いい？大丈夫っす？いらん？大丈夫か？いらんか？いらない？いるかなと思って。ちょっとは歌えるなって。42歳でここまで歌えたらすごいんじゃないっていうぐらい。あんなの若い子しか歌えないじゃん。おじさん頑張ったねぐらい。結構頑張って歌えるかも。ふわっちだと一番うまいかも。わかんない。難しいよ、うん。勉強はしてる。毎日。寝る前と起きてから。そう。レッスンしてる。結構高いなって。てか、うんちしたくなっちゃった。ご飯食べたから。うんちしたくなっちゃった。ラスコイ。なんか来た。何がラスコイなの。何がラスコイなの。何も来てなくない？ 10 個ラスコイ。ママ。ママラスコイ。今日さ、外だからさ、反射しちゃって見づらいよこれ。見づらい。画面が。ごめんね、ママ。反射しちゃってさ、わかる？画面が。夜だったら見やすいけど、スマホってさ、晴れてる日って見づらくない？大丈夫？ごめんね。見づらいね。そう、見えにくい。めっちゃ。日陰入ったら見やすいけど、
ていうか俺顔黒くね、顔めっちゃ黒いんだけど、めっちゃ焼けたよ俺。黒いよ。はい。あ、こんにちは。どうも。ちょっと今日、はい、ふわっちのアカウントがあって、はい、3つあって、はい、何も繋がらなくて、はい、YouTube でしか今見えてなくて、はい、で今日も昨日雨だったじゃないですか、はい、で今日この辺住んでて、はい、今日晴れたので、晴れた、もしかしてと思って、あ、見えてくれるんですか。ふわっちいなくて、いなかったですか。荷物なくて今日今見たんですか。でね、あのホテルあったじゃないですか、はい、昨日私で休憩してたと。はいはいはい、あそこ工事してるんですよ今日が。いい、追い出された。じゃあ分からんすけど、解体なんかリニューアル、わーっと玄関の。じゃあちょっと探してもらっていいですか。そうっすね、押すグラッと今ちょうど見てグーッと行って、はい、道路渡ったらこの黄色の靴があまりにも目立つもんで、目立つ、多分と思って、はい、戻ってきました。すいません、じゃあ探してもらっていいですか。自転車だからちょっとエリア広げて。こっちはもういなかったです、ね、はい、あと商店街とかもちょっと行けたら、はい、じゃあちょっと見ますね。あのまだバレてないんで、さあどうでしょう。いるかな。よし、見に行きますね、昨日寝てたところね。よーし、まだバレてないか、いるかもしれないね。よーし、見に行くぞ。いや、いるかもしれないね。妖精だから俺にしか見えないかもしれない。今のリスナーさんは見えてないかもしれない。いるかもしれない。うん、そうでしょ、まだ分からんよ。この目で見ないと俺は信じない。うん、工事入ってんの、なんだ工事が入ってる。当たり前だ、ええ声ってあかんよ。そのまま柔道室で声、工事してる。解体？リニューアルか。リニューアル工事だ。多分起こされたの。いないわ。すいません。ここに朝、はい、ホームレスさん寝てませんでした。ホームレス。いや、知りません。それは分かんないか。はい、あ、分かりました。動いてるね、動いてる。どこだ、どっかにいるわ。あの自転車で探してもらうしかないな、リスナーさんに。今のがそうなの。いや、今のそうじゃないだろ。今のはその警備員さんや。動けてるね。うわ、動いてるわ。
どこ行ってん、生きてるか小山。カレーのあれとかないのかな、ゴミとかなかったのかな、それがわかんねえな、工事入っちゃって。カレーと牛丼のさ、食べた残りかす、それが見当たらない、ゴミがないの、ゴミがないわ、きれいにないわ、ゴミがない。松屋、ああ松屋行く、松屋と牛丼屋中尾、あ公園の可能性もある、でも下がまだぐちょぐちょだよ、ぬかるんでる。昨日の反応見ると書かれたくないんじゃね、いや眠いからじゃないの、しんどかったじゃないのねえ、嫌われてるの俺、嫌われてると思う、嫌われてるんすよ、まあ嫌われててもいいんだけどね、ストーカーだから、別にストーカーするだけだから、 ATM ストーカー、片思いでいいけど、片思いから両思いにさせる自信がある俺は、しつこいから俺は、最初そうじゃない恋愛って、恋愛ってさ片思いから始まるんじゃないの、違う、最初から両思いのカップなんかいねえから、そうでしょ、どっちかが好きになるんでしょ、それでその愛に気づくんでしょ、こんなにも愛してくれるんやって、お前以外誰もいないわって、それで恋愛がスタートするんじゃないの。あ、松屋過ぎちゃった、見てなかった、見てなかった、自分語りで松屋見てなかった、すいません、うっかり八兵衛見るの忘れてた見てない、外に荷物なし、店内にも久保山らしき人物なしです、いないっす、いないっすね、うん、いないいないいない、来てないっす、ちょっとお腹痛いんだけど、トイレ行きたいんだけど、割とマジで、お腹痛くなっちゃった、ちょっとまだ我慢できるけど、あと中尾行くか、ちょっと中尾、コンビニはね、トイレあんま貸してくれないじゃない、コンビニのトイレってあんま好きじゃないんだけど、臭いんだよね、わかる、コンビニのトイレって臭いとこない、臭いんだよね、なんか独特のそのおしっこがこびりついた匂いが、わかる、臭いっしょ、なんかあんま好きじゃないの俺、そうだから、ここにもトイレあるよ、ここのトイレ行ってもいいよ、このビルのよくあるね、ここにトイレある、まあまあ綺麗なとこ、ここトイレある、ここにトイレある、中を見てからちょっとトイレ行こうかな、パチンコ屋とかね、トイレなんか臭いわな、なんかなんかなんだろうな、なんとも言えない匂い、解き放ってる、
そう、中は現着、外には荷物なし、店内目視注視、店内には久保山直樹なし、中尾松也なし、なし、どこ行ったんだろう、どっか行ったかな、病院行ったか、入院したことにする、もう救急搬送されて入院したことにするか、具合あるからね、え多分ね、入院したかも、公園にいるかな、ちょっとトイレだけ行こうかな、おうおうおう、元気どうしようかな、アイランって何、ヨーグルト、ヨーグルト塩、ヨーグルト美味しい、アイラン塩味、塩ヨーグルト、ヨーグルト塩味、ヨーグルトの塩、塩味、はい、塩、こんにちは、マンゴーは美味しい、マンゴー美味しい、 100% 100% で、マンゴー1個、マンゴーだけ、マンゴーだけ、トイレあるの？ないんじゃない？メガケバブ結構あるね。多すよね。3カ所ぐらいある。メガケバブ。暑いな。暑いわ。ちょっと待って、ね。これダウン暑いぞ今日。なんだこれ。暑いね。マンゴー。汗かいちゃうこれ。暑いわ。うん、この言葉だっけ。あ、タバコ超えてきたかも。タバコ超えてきたかも。100% で美味しい。暑い。タバコない。忘れた車に。
予備の携帯持ってるけど、タバコ忘れてる車に。無料アイテムお願いします。日本地図お願いします。奈々ちゃん1万人切ってるやん。なんで9800人しかいない。無限くんと割れ目くんがいるのに、なんで。1万人切ってるで。嘘。マジか。荒れてんの？え、通常枠じゃ。荒れちゃってる。あ、でも匿名だ。奈々ちゃんがコラボで1万人切るってまあないよな。まあないよな。珍しいね。沼連が始まったから。ああ、沼連のお花見大会があるの。あ、それの影響があるの。沼連合。え、誰がメインでやるの？沼連。あ、これか。野田さんか。なるほどね。沼連合ね、そっちに行っちゃったんか。あ、あと人狼ね。ネットの王子がゼロワンとパルトやってるじゃん、ずっと。そっちね。でもう終わったでしょ、人狼。人狼終わったよね。終わったよね、やってない。人狼見てた？面白かった？人狼。俺よく分かんなかったわ。いまいち。ルールがまだ分かってない。俺と同じ人いる？人狼って何が面白いのって。ルール分かんないんだけどっていう人いる？俺と同じ人いる？俺分かんないんだけど、ルールが。分かんない俺。分かんない。仲間。仲間。分かんない俺。何が面白いのあれ。ルールが分かんないとマジ分かんなくない？分かんないよな。何がやりたいのあれ。深島ら強いんだよ。じゃあ嘘つけばいいの。嘘ついた方が勝ちってこと。深島らの人はじゃあ強いのそれ。ああそう。え、じゃあそれやらせる。深島らのアムロとセラさんに人狼札出てもらう。強いの見てたら分かる。人を騙すんでしょ。やらせるか深島村に。考察力ないためか。考察は無理やな、うん、呼んだか。ちょっとトイレ行ってきていい？トイレ行ってきていい？トイレ行ってきていいっす？ちょ、見ててくれ。いい？トイレある？近い？あ、出てて、見てて。
入ってー。おー、いい、一人遠隔入れちゃった。パンチラフィンちょい元気出して。一人遠隔入れたの分かった？一人だけいた。柴田いた、柴田。知らなかった？コメント消えたの分かった？分かんなかった？なんて書いたと思う、そいつ。なんて書いたと思う、俺が見てないと思って。しょうもないこと書いたな。
うん、秋田じゃなくて、これ迷惑にならないのかなって書いたの。即風呂、うんこしながら即風呂。柴田、お前のコメントのが迷惑なんだよ。いたろ、ホワタや、そんなホワタ、柴田、完全に50代、55歳、団地済み、エレベーターなし、5階済み、完全柴田。即風呂、これ迷惑にならないのかなって勝手に心配してて。600万台、そう、いらない。団地5階住む、生ポー迷惑だね。その一人でもいいとさ、二人三人って湧いてくるから、早めに潰さないといけない。連鎖するから、ね、そうだそうだみたいな、そうだそうだみたいな、湧いてくるから、ね、見逃さない、絶対逃さんせよ。暑い暑い、あったかいじゃない、暑い、桜咲いちゃうで、暑い。どこ行ったら見つかるだろう、小山直樹公園かな。でも絶対飯食いに来るよね、大須にね。そんな遠くには行かないよね。車にアウター置いてきていい、タバコ取ってきていい。これ暑いわ、アウターあかんわ、これ汗かいちゃうわ。ほんでさ、神田くんの店で明日着る衣装買いに行こうかな。なんか軽めの屋形船で着る目立つ服、コーディネートしてもらおうかな。目立つやつね。え、神田くんとこ行くか。兄貴、ありがとうございます。また来るで。パンタ君もな、アル中だからな。あとで、あとで、また今度、これから東京行く、東京行く、東京、東京、うん、車、車、うん、また来るね。手振りしたでしょ。派手なやつがいい。何色がいいかな。なんかパーカー1枚だけなんかね、欲しいね。ちょっと黒しか持ってないやん。黒じゃない、なんか何がティファニーブルのパーカー、インパクトあるやつ。大体さ、上しか映んないもんね。下は別にどうでもいいやん。青、青買うか。黄色、あ、黄色、黄色着たことないな。後ろどうした、なんかいた。靴に合わせる蛍光、蛍光黄色。
グリーン。ここずっとまっすぐ行ったらいいよ。何色がいいか。ピンク。右利きになっちゃう。右利き。暑いかな明日。パーカーいらんかな。 T シャツ買った方がいいかな。どっち。明日の天気、東京墨田区何度。暑いの。パーカーいらん。ロンティ、ロンティリー。暑いの。クリアってちょっと。23度。おすすめ。上切るやつ。上の切るやつか。水着赤いの。 T シャツに羽織るもの。確かに。羽織るやつ。T シャツと羽織るやつ。羽織るやつ。脱いだり着たりできるやつ。薄手のアウター。狙ってほしい。マントはいらないの。マントは目立つよ。多分ナナちゃんに背中向けてるからね。チーパーマンターかよ。めっちゃアムチン顔でさ、巨乳の子いた。アムチンの巨乳バージョンいた。ちょっと微妙。最初におっぱいが目にいってさ、顔がアムチだった。あ、清水美智子近いか。ちょっとアメリカからも直輸入しています。大きいサイズのことならちょっと待ってて。立ち上がろうとする、久保に送る、久保への応援歌、全力注ぐ。危ないものは一緒に探そう。っかり初めだ。髪の毛ね、取れてる。走ったら取れた。何だったんだろうね。マジタイヤにさ、べっとり髪の毛の束がついててさ、俺人引いたかと思った。何なんだよあれ。初めてだな。あいこさん思った。やばい、人引いたかと。引いてるの俺。エクステかな。そんな女の子って外でエクステ取れることある。取ったりする外で。あ、うぜえっつってピッて取ると取るときある。外でしないよな。髪の毛、髪の毛ない。
ック。そう、茶色だった。赤っぽい茶色だった。いっぱい落ちてたというか、髪の毛の束がタイヤに巻きついてた。後輪に。びっくりしたよ。気持ち悪いよ。そう、タイヤにね、べっとり。怖いよ。そう、ヤシの木みたいなやつ。ちょっと髪質が悪い。じゃ T シャツだと寒いな。中途半端やな、気温が。ダウンだと暑くて、 T シャツだとちょっと寒い。すげえ中途半端だ。なんか間欲しいな。間羽織るもの、ロンティーか。ロンティーだったのか。なんかね、シャツくさっ、くっせえな、うんこくせえ、古着の匂いだ、くさっ、古着の匂い、ほっこりの匂い、くさっ、嫌いだこの匂い、古着の匂い。古着ってさ、なんか独特の匂いあるよね。なんか押し入れの匂いっていうかさ、わかる？マジくせえよ。嫌いだよね、この匂い。買うやついるの？古着って買うなよ、人が着たやつ。新しいの買えよ。経済回せよ。中古の服なんかよ、買いやがって。流行ってんの。にゃおきさ、ここら辺結構歩くんだよね。にゃおき最近さ、コンビニのお菓子さ、ポップコーンハマってんだけど。にゃおきポップコーンしてんだけど、よく枕元にポップコーン食ってる。にゃおき可愛くない？しかもこぼしてんだよ、口にうまく入ってないよ、細かいから。ニャオキポップコーンハマってる。コンビニのあのいっぱい入ってるやつ、100円でポップコーン食ってんだよ。ばらまいてんだよね。めちゃくちゃ可愛くない？あいつ10個ちいちゃんです。ラストコイン。あ、間違えちゃった、間違えた。ちいちゃんいるし、ハトにあげてないんだろ、こぼれちゃった。うん、ポップコーン食ってニャオキかわいいわ。うん、歯がないのに食えんのかな、ポップコーンって。そう、小指で押してる。ニャオキどこだ、ニャオキ、久保山ニャオキ。どこにおるんだ、にゃおき。こういう公園とか行かないか、いないか、にゃおき、いないか。にゃおき、どこにおる。いないか。昨日の場所いない。工事してた、リニューアル工事。多分なんか新しいホテルができるんじゃない。業者さんがいた。ちょっと行くのが遅かった。そのカレーと牛丼を食べた形跡があるのかないかも分からなかった。何もなかった。ただ確実に言えるのは、くぼっちはどっかにいる。それか入院して
救急車で運ばれたかも。昨日12時間寝てたからね。うん、そう、今からカンタ君の店に行って、明日なんだっけ、屋形船で着る衣装を買います。おはようございます、カンタです。カンタです、おはようございます。ありがとうございます。何なんだろうこれありがとうございます、おはようございます。何なんこれ、これやるんだよ、カンタ君。おはようございます、ありがとうございます、カンタです。何なんだろうこれ、やってみるか、聞いてみる、ちょっと聞くわ、気になっちゃってるから。ありがとうございます、おはようございます。でもう一人の相方もやってるの、ありがとうございます。着きました、着いた、バビロンクラブ。休み？空いてないんだけど。飯食いちゃった？空いてない。飯食いちゃったかこれ。気まぐれかって。飯行くよねこの人。この人絶対飯食いに行くよね。気まぐれだわ。12時飯食いに行っちゃう、タイミング合わない、そろそろ帰ってくるかも。カンタ君、カンタ君も具合悪いからね。カンタ君休憩しっかりと取るタイプだよね、しっかりのものだよね。あんたくんいないんだけど、バビロンクラブ来たのに。ここがさ、これ椅子になってるんだけどさ、これ座ってもいいかな、壊れないこれ、大丈夫、壊れるかな座ったら、折れちゃう、大丈夫かな、これ座って待ってようかな、ちょっと借りようかな、ちょっと借りるか、スケボーだよ、スケボーに足ついてる、ちょっと借りるか、今日撮影壊れちゃう、ダメ、撮影なの、大丈夫だよ強いから、ちょっと軽く座ってみるか、あ、しっかりしてるやん、大丈夫や、ゆっくり座ったら大丈夫、撮影どうするんこれ、バビロンどうするん、来たけど服買いに、バビロンクラブ、代わりに店番するか、
バター作るから。さっきは禁止にしてた。おはよう。おはようございます。ありがとうございます。無料アイテムありがとうございます。5分前に投稿した。無料アイテムお願いします。無料アイテムお願いします。あ、蚊がむくむから禁止してんの。何時に帰ってくるの。10個ありがとうございます。グランプリ、ああ、ありがとうす。ずっと前爆投げしてくれた人やね、この人は。ねえ、社長さん、社長さん、ありがとうす。日本中ありがとうございます。音がすごい、うるさい。工事してるの、うるさい。場所変える、うるさい。聞こえない、聞こえないっす。聞こえる。カンタ君帰ってこないからじゃ。久保山さん探したら教えて。探してるんだけど俺。誰かいる？教えて、誰か。ハンターいる？あ、インスタ更新してた。カレー食べたか分かんないんだよ。あー、カンタ君来た。おはようございます。来た。おはようございます。おはようございます。飯食ってました。飯食ってました。おはようございます。おはようございます。明日ね、東京行くの。お、マジっすか。うん、で、すごい人たちとコラボするの。はいはい。屋形船乗って、はい、それで今日は目立った方がいいと思って、うわっ、ここで、うわー、嬉しい。ありがとうございます。俺の嫌いやつ、目立つやつ、チョイスして、うわー、嬉しい。上だけちょっと、あれ、今回名古屋長くないですか。名古屋、今日で終わり、とりあえず。で、東京行って、東京あったらまた帰ってきて、で、遅く帰る。忙しいっすね。お願いします。ありがとうございます。うわー、嬉しい。びっくりした。誰かと思いました。ここに椅子移動してる人初めて見た。あそこ濡れてたからさ、あそこ座るの。日陰っすからね。そう、うわー、あれ、久保山さん会いました。いない。昨日の夜はいたけど、今日の朝いない。あ、昨日の夜会ったっすか。会った。いや、あの後荷物結局どうなんですか。荷物は取りに来た。で、ちょっと移動して、解体するビル、ホテルの前で寝てて、で、解体工事に入っちゃったから、もういなかった。だから今日どっかにいると思う、大さん。そうです。僕たちも今日クラクラしてたんですよ。いなかった。会ってないっす、ね。会ってない。カンタ君、手震えてたけど大丈夫、見たけど。あ、やばいっすよね。どうしたの、今も。いや、もう今日お酒飲んでるから。飲んでるから大丈夫。大丈夫ですけど。飲まないとやばい。やばいっす。びっくりするぐらい震えてた。病院行ったらいいんじゃない。病院。先ちょっと減らそうと。アルチだもんね。アルチだと思います。病院行った方がいいよ。名古屋にいい病院ないの。でもなんかちょっと調べてます。調べた。まあ、とりあえずいい病院見つかりそう。はい、減らすところかな。うん、飲みすぎだよ。飲まないですか、お酒。飲まない俺。飲まないです。だってお酒は麻薬よりやばい。まだ麻薬の方がいいよ。ドラッグです。安いし。うん、ちょっと気をつけないといけない。気をつけてよ。薬はやらないでよな。あ、はやらないです。やらないの。アルコールだめだよ。薬やってんじゃねえって言われてたよな。あ、くそ、あの、そういうのはやらないです。やってないね、はい、大丈夫。はい、ビリーブしてるよ。
もこの感じで行こうとしよう。あ、そのえ、何時から東京ですか？夕方ぐらいには出たいな。なんか、クモサみたいになってきました。見てきてる。映ってるっすよ。映ってるか。じゃちょっとお店の中入ろう。車で行くんすか？車で行く。ちょっと教えてください。どんなのがいいかな。黒が多いからさ、はい、黒卒業しようと思って、はい、ちょっと目立つやつ。あったかくなってきたじゃないですか。暑いのよ。T シャツとかロンティーとかがいいんですかね。だよね。なんかパーカーだとちょっと暑そうですよね。暑い。なんか一気に気温上がったんで。いやでもそれ持ってるもんだ。あ、そっか、これ持ってる。これ持ってる。家に置いてきちゃった。だからなんか置いてきちゃった。置いてきちゃったそれ家に。まあ、インパクトある感じで行くならこういう感じとか。グリーンとかあんまないんじゃないですか普段。グリーンどうですか、映ってます。グリーンどうですか皆さん。靴に合わせようって言ってる。僕これ靴をこれなんですよ。で結構色、はい、ズボンが深緑。はいはい、どうですか皆さん。まあ悪くはないですけど、ね、合ってる、かわいい、似合う。明日屋形船。屋形船って何ですか。屋形船って川を、あの伏見の、え、でも東京ですよ。東京、東京。あ、東京だ。そう、何の会なんですか。うん、何の会だろう。藤沢奈々ちゃんって知ってる。分かんないか。モンジョリ分かんない、めちゃくちゃ有名。ツイッターさん見ない。あ、僕あんまりもう全然分かんない。このふわっちさ、雑談で1万2000人とか見る人、はい、1万2000人おかまで。へえ、やば。あと無限さん知らない。分かんない、分かんない。全然結構無知なのですよ。分かんないか。でその誠司さんのやつも誰かに教えてもらって初めてふわっち見たぐらいなんで、この間見てたら近くにいたんで、あいたっつって。あの バスケのさ、ああいうのはどう、言わないかな。ああ、はいはい、はい、逆になんかこれは売り物じゃないの、はい、こっちですね。あ、そういうの、そういうの。どうどうこれ。白 T の上に。白 T にこれ。一回着てみます。どう。まあ結構インパクトはあると思います。普通の。若い42歳ダメ。いや、スポーツものは結構年齢関係ない気がしますけど。肉肉肉肉いや、まあ肉ダメですけど。ホークス。え、ちょっと一回着てみてください。一回着てみる、この上に。はい。多分着ると意外とみんなが思ってるほど。そうそう、あの若くないというか変じゃないと思うんですよ。屋形船。まあ普通の服着てるよりは全然インパクトあると思う。ノッコン寺田じゃない？わかんない。わかんない。体格の問題じゃないですか。何着てもそうなっちゃうんです。ノッコン寺田。これめちゃくちゃ可愛いって着てますよ。春っぽい。春っぽい。目立つ？うん、まあ、これミッチェル&ネストもめちゃくちゃ有名なバスケットブランドなんですよ。肉。ここにしようかな。これでどうだ。ちょっと外に近づいた。 OK、 電波大丈夫。ちょっとこれじゃなくて、はい、こっちの方がワンサイズ大きいんで、そのパツパツ感はないから多分で、黒だけどシンプルすぎない感じがいいんじゃない。なくぼっちどこにいたんすか。くぼっちはあそこ、ほらトラックで来てくれたじゃん。あ、はいはい、あそこ、あそこっすか。あ、この辺にいるんすか。どうですか。多分パツパツ感は多分さっきより全然なくなるっす。これで一応 2XL。 2XL。 いや、いいんじゃないですか。どう、黒だけど結構パンチは、いや、屋形船、屋形船パンチは効いてますよ。目立つと思います。こっちの方がいい。なんか新鮮でいい気がするんですけどね。
ダメ、普通の T シャツがいい。 T シャツにしてちょっと派手すぎ、ちょっと派手すぎですか。ダメ、かっこいい予定してるけど。これどうすか、赤。ちょっとコカ・コーラパロディのロゴなんですけど、結構いい感じに派手になる。これどう、サイズ感もいいと思うんですよ。コカ・コーラみたい、どう。まあシンプルで着やすいと思う。かわいい、かわいいと。あ、結構良さそうですね。反応がいい、反応良さそうですね。あ、なんかめっちゃ反応良さそうですね。めっちゃ反応いいよ。よかったら着てみてください。これ一応 2XL です。XL がいいんじゃない ?2XL でかいな。ちょっとでかすぎです。太って見えるね。ちょっとでかいわ。じゃあ、外人のデブのラッパーみたいじゃん。太ってないか。太ってるって言って。赤着たことないわ。いやでもなんか赤にその蛍光とか可愛いんですけどね。嘘、靴が黄色で。はい、嘘。なんか合わせすぎてない感じが。ああ、どう、ちょっと。ああ、なんか春子カメラ。え、これいいんじゃないですか。どうですか皆さん。おお、あ、うん、どう。あ、でもピチピチってきてるんですよ。ピチピチじゃないよ全然。でもないですよね、うん、でもないよ。いつもぐらいのサイズ感ですよね。靴と合う。でもなんかワンサイズ大きくてもいいかもみたいなコメントは来てます。なんで逆に着てみてもいいかもしれない。このサイズがいい。あ、せいじさんはやっぱこのサイズ、うん、いつも多分これぐらいですもんね、うん、でも似合ってます。似合ってる。はい、これにする。はい、評判はでも良さそうです。黄色もあるね。黄色もあるよ。黄色もあるよ。なんか帽子ですか。帽子なんて T シャツ。あ、それキッズなんですよね。キッズなんだ。黄色ない。なんか黄色の T シャツか、うん、黄色の、あ、はい、そのガルフィーとか。あ、あ、それいいやん。これはドンズバです。ドンズバって何。ドンズバって あの色が、靴の色とドンズバってのあの、はい、バチバチです。これバチバチです。めちゃくちゃいいやん。え、ちょっとそれいいんじゃないですか。いや、それじゃないですか。うわうわ、来ちゃいましたね。やば、はい、これっしょ。はい、うわ、それかもしんないっす。これじゃないの。あ、ガルフィーなの。そうです、ガルフィーの新作のやつで。これ何本ぐらい。2万ぐらい。いや、安いっすよ。値札が多分あー、でも安っ。コミでこれ、めっちゃ安いやん。多分今までで一番反応いいです。はい、え、これでいいやん。え、それよかったら着てみてもらってもいいですか。これでいいやん。はい、着てくださいよかったら。せいじさん生着替えいきます。生着替え配信生着替え配信いきます。サイズ面白いね。大型犬って書いてある。そうなんです。大型犬、中型犬だけ。ああ、中型犬が L で大型犬が XL になります。 XL？ はい。それやばいですね。インパクトもあるし、すごいね。スニーカーに合うし。これ洗濯できるの。これ、あ、できます、できます。うわ、それめちゃくちゃいいやつある。あ、完璧ですね。いやいや、めっちゃいいっす。はい、いや、これ多分一番目立つじゃないですか。はい、めっちゃ目立ってますよ。それ欲しいってコメントとかも来てます。はい、入り口行って電波、すいません、ちょっと外一回出ますか。はい、ホジロザウルス。うわー、ちょっと結構完璧ですよ。はい、せいちゃんやっぱり黄色似合う。いいじゃん、いい。うわー、すごい。いいっすよ。いや、めちゃくちゃいいっすよ。はい、完璧って言ってめっちゃコメント来てます。はい、いや、これですね。はい、いや、めっちゃいいです。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ似合ってたんで記念にコカ・コーラのやつも買ってってもらっていいですか。コカ・コーラも帽子、帽子も分かってる。儲かってるけど、分かってるけどとか言って帽子黄色の、黄色の帽子か。帽子ある。でもそれに合わせるのかどうか。いくら8900円が安い。それこそせいさんオレンジじゃないですか。いや ここに合わせて多分あ蛍光にしちゃうとやりすぎな感じするっす、はい、もしよかったらちょっとサイズは調節できる。サイズがちょっとちょっと待ってちょっと頭でかいから帽子。なんか全然いいっすよ。いい？なんか雰囲気変わるっすね。あ、いいじゃないですか。すごいすね。なんかスポンジボブみたいだったら大丈夫？いや、だって目立つ？目立つんだったらワクワクさん？絶対帽子あった方がいいっすよ。帽子いらんかな、これが嫌いなんやな、これが。あ、曲がってんの。野球棒、うん、あ、そういうことですね。まっすぐでいい。だとしたらもうこれはお店のロゴなんで、逆にこれ被ってってほしいですね。ああ、宣伝になるから。はい、前の色違いですね。ああね、変わり。あ、確かに本当だ。形は一緒なんで、サイズ感も一緒です。これどうなん、明日これいいじゃないですか。やかたぶらで。いや、いいと思います。外来て、はい、アウトカメラで。アウトカメラ、そこ了解です。なんかいつもと雰囲気は全然違うんで、はい、目立つのは目立つっすね。斜めがいい。うん。いやもうキャラ立ちはめちゃくちゃします。八百屋ってコメント来てるんですけど。いやでもまあ目立つのは間違いないと思います。はい、目立たないとか。はい、目立つのは間違いないと思います。オレンジ、はい、黄色。はい、そうですね。それでちょっと宣伝してきてほしいです。これ行こうか。はい、帽子いるかな。まあなくてもいいですけど、なくてもいいよね。あった方がなんか目立つのは目立つのかなって感じです。はい、帽子ありとなしどっち。まあでもなんかなしでいいっていうコメントが結構多いかも。帽子なし。はい。じゃあこれだけでいいか。はい、とコカコーラで。コカコーラ。はい、お願いします。多分今日平日暇なんでお願いします。もう素直に素直にシマさん、ここら辺じゃん。この辺、ここ今全部 T シャツなんで。あ、そのグリーンとかどうですか。シマさんの刺繍のさ、あ、青とかグリーン。青は、あ、刺繍が好きだよ、 T シャツの。ああ、そういうことっすね。逆にか、その、しまう、その BC のヘビーオンスとか。ああ、これが好き。はいはいはい、これはいはい、これちょっと XL ある。これが多分ラス、ああ、 2XL ですね。でかいかな。ちょっと合わせてみますか。この色好き。いいですよね。僕もその色好きで、これ店の中の配色もその色にしてるんですよ、ね、どう。あ、それはでも絶対似合うですよ。ワンちゃん、これメインで着ていこうかな、した。まあ確かにそれにこのスニーカーも合います。合うよね。はい、これでもいいぐらいだね。はい、黄色でもいいけど。はい、これ買おう。ありがとうございます。でかい、でかくない。いや、ちょっとゆったりぐらいです。いい、そんなめっちゃでかいわけではないと思います。着てみてってコメントめっちゃ来てます。着てみる。春って感じでいいね。この色いいですよね、ティファニーブルー。はい、はい、一気に暖かくなりましたね。うん、どう。
あ、いい。めっちゃいいっすね。いや、めちゃくちゃいいっすよ。爽やかっす。はい。めちゃくちゃ爽やかっすね。やってますね。なんかそんなめっちゃでかい感じしないっすよ。うん、そうなんだね。はい、着ると意外と。よっしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、でもなんかその色似合うな。靴にも合ってるし。これいいやん。はい。これとこれね。はい。ありがとうございます。せいじさん、タバコは吸わないですか？タバコ吸うよ。じゃあ、よかったらライターある。そうだ、だからこっちはさ、ああ、ああ、火はつかないですね。そっか、そうそうそう、いいですか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。結構これずっと持ってると意外に重いですね。本当電波悪くなるの、ここ来ると大丈夫なの？電波大丈夫？なんかこの辺たまに悪くなる時あります。嘘、はい、こっちは割と大丈夫。なんか羽織るもん欲しいって言ってね、なんか薄いシャカシャカみたいな。はいはいはい。ないよね、それ。あ、でも。そう。ああ、ちょっと。この辺どうですか？コーチジャケット。なんなのこれ？え、これもお店のやつなんですけど。ドランクボーイ。シャカシャカ。ジップパーカー。骸骨とプレイボーイ。あれで。マネキンが着てるやつ？あ、これ、これじゃないですか。あ、それ？それはでも T シャツだもんね。これ可愛いですね。一応黒もあります。どっち？え、でも黒が多いんでしたらなんかグリーンでもいいのかなっていう気もしますけど、グリーンじゃないですか。でもなんか評判良さそうじゃないですか、どっち？コメント見てると。確かにグリーン。どっち？黒、黒、黒って言ってる。黒、グリーン、黒、グリーン。え、あ、でも黒、黒って言ってるの。黒の方が多いですね。よかったら羽織ってみてください。いいです。多分あのおでこに引っかかった時の多分それ。ああ、それか、はい、確かに。じゃあラグだ。ラグが、はい、セーラームーンとか着てますもん。あ、本当だ。似合うが急に可愛いとかブワーって着てます。今、あ、グリーン可愛い。グリーンいいやんとか。グリーンいいやん、はい、似合うよ。黒より、あ、グリーンの方がなんか、いい、あ、コメントめっちゃ流れてるっすよ。外の光で変わるかね。そうですね、一回外で。本当にグリーン似合ってる。ちょっと日向行ってもらってもいいですか？あ、いや、グリーンいいっすよ。はい。ちょっとバックももらってもいいですか？バックショットも。あー、グリーンめっちゃなんかコメントすごいです。はい。イケオジってこうやって。イケオジになってる。で、ネックレスもこれ光るんで。いや、ちょっとワンポイントあるといいと思います。まあ黒の方がいいっていう人もいるっすけど、グリーンの方がコメントは多いです。はい、グリーン行く？グリーン行ってみるか。うん、グリーン結構試しに。はい、イケオジってコメントめっちゃ来てます。あ、いや、せいじさんこれグリーンっすね。グリーン、はい、グリーンか。グリーンで、グリーン、T シャツにそれでいいですもんね、今の時期とか。全然これちょうどいい。はい、ありがとうございます。ネックレスいるの？いります。いる？いります。それ1万5000です。高っ。それでもこれ一から作ってるんですよ。そうやろ。はい、なんでそれぐらいかかっちゃう。もう一個あるやん、だってなんか何種類か。あ、あるっす。これはオリジナルなんですけど、他のやつはオリジナルじゃないんで。俺の方がいい。はい、せっかくなんで。真ん中のやつかっこよくない？あれかな？ああ、真ん中のやつ。狭いかな？短いかな？でも、でもあれはなんか今のやつよりはちょっと短いっちゃ短い。まあ確かに。こっちはいいか。それぐらいのがさらっとつけやすいと思います。こっちはいい。はい。でもグリーンめちゃくちゃ評判良かったっすね。あ、そう。はい。はい、ありがとうございます。
から東京までだったら車で5時間ぐらいですか。はい。ふわっちは運転しながら配信とかは大丈夫なんですか。いいんだけど、この前なんか他のライバーさんが赤信号で行っちゃって、はい、なんか揉めてる。ああ。バンだろあれはみたいな。なんでバンじゃねえんだって。はいはいはい。まあ確かにそういうのもあるのか。そういうのあるから、はい、あんまりやりたくない。ああ。うるさいんだ、運営さんも。まあ確かに。はいはい。なるほど。そう。5時間ちょっと運転に集中して、はい、歌でも歌いながら、あ、いいですね。ラップでも。お何歌うんですかラップは。 AK とか。あ、いいっすね。ジブラとか。はいはい。気分はもうラッパーヒップホップ。その配信見たかったな。ロンバリノとか。はい。パンダ君は何が好きなの。あ、僕もでも AK さんとか全然好きですよ。はいはい。AK さんきっかけで名古屋来たみたいな。あ、そうなんだ。もともと名古屋の人じゃないんだ、はい、僕神奈川なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。その喋り方までなんかこうなるんですね。そうなんだ。それで名古屋来たんだ。はい、そうなんですよ。神奈川何年ぐらいいたの。はい、神奈川何年ぐらい。神奈川は22歳までいて、うん、こっち来て今10年ぐらいです。10年ぐらい。はい。おー、そうなんですよ。これもやってるじゃん。あ、そうですね。一生大体。はい、領収書。うん。あ、しまネックレスも入ってる。あ、ネックレスも入ってない。ね、あ、ね、ネックレスも。あ、すみません。もう大阪より名古屋にいる時間の方が長いんじゃないですか。はい、家借りた方がいいんじゃないですか。借りる。いつもどこ借りる。この上。あ、いいっすよ。空いてる。あ、空いてますよ。そうそう。はい、なんもないですけど。はい、家賃安そうじゃん。ここだったら空いてます。あ、まあ、ここ僕が借りてるんで。なんだろう。借りてんの上。はい。あ、そう。はい。じゃあ、ファンタ君の隣、上。あ、もうこれ棟で借りてるんですよ。あ、棟で借りてるの。はい。一棟借りなの。一棟借りです。マジか。はい。じゃあ、ファンタ君に家賃払う。いいですよ、全然。いいの、空いてんの。まあ、空いてますよ。くんの隣でもいいやじゃん。あ、でも僕住んでないんで。あ、住んでないの。はい。空いてんの。はい、空いてるっちゃ空いてるっすよ。はい、すいません、ネックレス。はい、了解です。全然言ってもらえたら。マジで。はい、いいっすよ。じゃあパピオンクラブって書いていい。あ、いいっすよ。で、クレイジーパピオンって何なんすか。あとね、モグラの歌っていう漫画があるの。その中で出てくる登場人物の日浦雅也っていう極道がいるんだけど、はい、そいつのあだ名クレイジーパピオン。へえ。蝶々のスーツ着てる。あ、そうなんすね。まあ、あのモグラの歌見てください。一応元ネタがあるんですね。そう。あ、なるほどなるほど。めちゃくちゃ有名。あの映画にも出てるから。パピオンクラブ。ちょっと重いです。ここパピロンクラブでしょ。上パピオンクラブ。パピオンクラブ。やばいっすね。これね、2000人見てますもんね。1114人。ありがとうございます。これ何なんですか。いや、なんか鉄骨くんっていう変なお客さんがいるんですけど、いつもお会計するときにありがとうございますって言ってくるんですよ。鉄骨くん、はい、ありがとうございます。なんだあれっつって僕たちが真似してたら癖になっちゃって。カンタ君、クボッチと出会っても多分10年ぐらいですね。山崎あるやん。山崎